ミュージックパワー。毎週土曜日午後2時からの生放送、私たちパーソナリティのメンバーが一押しするおすすめコーナーや気になる情報などをお届けいたします。さらに素敵なゲストをお迎えして音楽からプライベートまでたっぷり楽しんでいただける番組です。改めましてこんにちは。こんにちは。ミュージックパワー、今週もいつこむスタジオ、多摩プラザ2階にありますサテライトスタジオよりお届けいたします。この番組は FM ソルス 84.1 メガヘルツにて放送、ホームページと YouTube にて動画配信も行っております。はい、そして今週のパーソナリティはポップス大好き作曲家谷村健人と、笑顔で世界平和を作っていきたいセラピストをやってます保育士タレントを笑いまーす。そして上昇の儀式の予想を伝えたい上様タレントエミカです。はい、この3名でお届けしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで またアヒコさんがいないんだ。今日休みなんだよ ね。そうなんですよね。今のライブ頑張ってると思いますよ。そうですね、ゴールデンウィークだから ね。はい、そしてねゴールデンウィークですよ皆さん。そうだよ ね。暑いけど暑い、ね、そしてこれ5月の気温ですか。5月の気温なんだけど年々上がってきてるんじゃないかなって思うんですよね。そうだよね。もう初夏だよ。もうなんか夏と冬しかなくなるとかって言われてますもん ね。そうですね。昨日ね僕ね屋形船に行ってきたんですよ。おで、ね、その東京スカイツリーだったり東京タワーだったり、うん、回ってもんじゃ焼きをめっちゃ食べて、その後ね、生まれて初めて競馬場でね馬を見に行きました。あ、レース見に行ったんですか。見に行きました。でもね県の会話ってよくわからないからね、よく行く関西人のナガティっていう友達に、はいはい、県の会話の方教えてもらったんだけど、うん、はい、そのねそのナガティとかノッチっていうお友達と行ったんだけど、うん、そのねノッチとナガティはね大阪の人で、なんか同齢にしようかなって馬選ぶときあるじゃないですか、はいはい、天の神様の言う通りの後が関西違うんですよね。何が違うんですか。なんかその関西人のナガティとかはプッとピッてプッとピッてプップップッって言ってたんですよ。なんですかそれ。違うんですよ東京。僕愛媛はね、愛媛はね鉄砲を撃ってどんでんどんアヒルの合奏チーポッポ。何それ。待って食べたらよくわかるだったんだけど、ちょっと出身じゃないから全然わからない。東京人は2人は。僕東京人じゃないけど、うん、鉄砲撃ってバンバンバンなんですけど、バン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 ですよ。で終わり、うん、終わりだよ。もう一つ、もう一つおまけにバンバンバンですよ。終わりですね。だよね。私も神奈川県出身ですよ。嘘、どんでんどんアヒルの合奏チーポッポはないんだ。ないですよね。ちょっと皆さんの地域でそんなに多分、ね、地域によって違うんですよ。ありますか。マジか。そうなんですよ。あれ全国共通やと思ってたわ。そう、ね、大笑いして。そうなの。そう、わけわかんない、何言ってんのって大笑いしたんだけど、なんか僕の方がおかしいみたい、チーポッポの方がおかしいみたいで。それ確かにそうやろ。プッとピッてプッとピッてプッとピッてなんでそのビートボックスみたいになってんのよ。ビートボックスできんじゃないのその人たち。そうなんです。エミカさんどうお過ごしですか最近。いやもう最近ですね、うん、そのさっき そのラジオの番組で話したことを重なってしまうんですけれども、うん、ファッションショーの方に出させていただいてっていうところで、まあ、やっぱりそのすごいたくさんのね魅力的なモデルさんに会ったりとかして、でも改めてステージ立ってでこう撮られるじゃないですか、はいはい、で、うん、こうフラッシュ来るじゃん、うんうん、来ますね。パシャパシャパシャ、残像がやばい。あーピカピカピカってね、なるんだよねあれね。なんか緑っぽいのがめっちゃ残ってるの。あ、残る残る残る。めっちゃ残るなと思って、何これと思って、なんかついてんのかなと思って、何も出てこないしさ、うん、そうあれね、ちょっとなんか瞬き多いなと思ってた。あー、なるほど、ね、でしょ、うん、ちょっとそう、ここまで眩しいと思わなくて。でもすごい決まってたよ、こうエミカさんのウォーキングかっこいいから、ね、ぜひ見に行ってくださいね、うんうん、僕もちょっと見に行かないといけないですね、うん、じゃあ犬としてちゃんと来るんだよ、うん、クークーワンワンって言って応援するんだよ。ワンワンって、あ、ワンワンね、はい、そうワン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 フーって。なんで、やばい、犬なんだから。いや犬なんだけど、谷村いるじゃない、谷村剣だよ。犬やから、犬だからお前のためにこれ持ってきてやってんだ。あ、犬の手がすごい。そうだよ、お前のためのだよ、うん、これ。ほら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 。ね、飼われてますからね。そうそうそう。そんなの飼い犬の健さんいかがお過ごしですか。どうも社会の犬です。逆かもしれない。なんてこと言うの全く。ですね。僕はですね、まあ至って普通にというか、うん、どこにも行かず、うん、日々の仕事をこなして、うん、でもゴールデンウィークの手前は忙しかったよね、やっぱり。ゴールデンウィークってさ、やっぱりみんな休むから、そのために仕事を終わらせておかないといけないじゃん、だからその仕事がすんげえ大変だった。もうバタバタ。支援団乗ってる？支援団ね、乗っててね、最近ね、ツイッターでね、クソツイしてないんだ、あんまり。車運転してるか仕事してるか飯食ってるか寝てるかどれかなんで。そうするとね、ツイッターいじってる暇がないんだ。ケイさんもいろいろ活動してるから疲れてるんだよね、体もね。そう、最近もう全然起きれないしね。
いや私もね昨日はずっとやっぱり12時から10時仕事して、うん、その後、まあ、儀式で呼ばれて、うん、寝たのが3時半とかなんで、お疲れ様です。お疲れ様です。みんな睡眠不足なんですね。やっぱりゴールデンウィークは忙しくなるね。そうですね、うん、エンタメ業界はね誰かが言ってましたけど、うん、あの我々はね皆さんが休んでる時に働かなきゃいけない業界ですので、うん、まあ、休み関係ないですもんね。アクセク働きますんでね、逆にね、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではここで CM をお聞きください。はい、はい、この番組は利権ジャパンの提供でお届けいたします。はい、それではここで、一曲お聴きいただきましょう。現在お休み中のミュウさんの楽曲し、シグナルをお聴きください。はい、ミユさんで、シグナルをお聞きいただきました。はい、こちらの楽曲は、MI-YU ミユで検索していただいて専用のサイトから、ご購入いただけるそうですので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それでは最初のコーナーに行ってみたいと思います。その名も勝手にイチオシコーナー。はい、本日はですねエミカさんが満を持して紹介してくださるということで、はい、ドキドキ、はい、ドキドキでございますよ皆さん。では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 、はい、そう、もうこの時期なんでね、ちょっとゴールデンウィークの、はい、まあ本当にイベントだったりとかをちょっとピックアップさせていただきました。お、これは重要だ。はい、ということで、まあまあ、おすすめね、一つ目からいこうと思います。はい、あ、フリップが、はい、フリップがある。いや、そう、三つ目はちょっと忘れちゃったんですけど、忘れちゃったんかい。そう、一つ目と二つ目はちゃんと用意してあるんで見てください。はい、まあ、こちらなんですけれども、まあ、日産グローバル本社ギャラリーで行われてるブループリントっていうイベントなんですけども、ブループリント、はい、はい、こちらどういったイベントかと言いますと、日産と東京大学がコラボして、で日産の先進技術とか歴史を触れながら、まあ、隠されたヒントを、まあ、探し出して未来の車の設計図だったりとかを完成させる、まあ、大人も頭が痛くなるような超難問が、まあ、勢ぞろいしてるような、まあ、そういった、まあ、クイズのイベントですね。なるほど。はい、まあ、なんでこの、まあ、イベントを選んだかっていうと、はい、まあ、谷村犬がさ、なんか新車の話してたじゃん。そうですね、はい、でそれ前回してたから、やっぱりその後に結構私も、うん、自身も結構車の自動運転のことを調べたんですよ。あ、はいはいはい、で本当にこういろんな自動運転でもいろんなランクがあるなっていうのを本当に改めて気づいて、うん、でまあ、そういったところから、車の技術ってどういったものなのかなって興味持ったんで、皆さんにもねこれからの車、ね、どんどん技術進化していくんで、まあ今このタイミングでこのイベント行くのはすごいいいのかなと思って今回おすすめしちゃったの、うん、そうで、こちらね参加費とかもね、うん、あの予約も不要なので、結構車好きの方はあの港未来の、観光スポットを行ったついでにでも行けます。あの8時までなんで、うん、参加費いらないんですね。そうなんですよ、そこがまたすごくて、でおまけになんかアンケート答えたりハッシュタグにこう投稿したりするとなんかいろいろノベルティもらえるみたいです。そこもおすすめのポイントです。ちなみにこれは何時から何時までやってるとかあるんですか？10時から8時です。なるほど、わかりました。これちょっと皆さん要チェックですね、はい、ぜひぜひ、うん、明日明後日でね行けると思いますので、ね、5月6日までです。あ、じゃあもうちょうどじゃん。ちょうどなのよ、ちょうどゴールデンウィークのイベントなの、うん、なるほど、じゃあ皆さんぜひね行ってみてください。行ってみてください、横浜だしね。
ね、はい、では次は何かありますか。次はなんですけれども、はい、これごめんなさい、横浜の関係のものじゃないんですけど、うん、はい、東京スカイツリーの鯉のぼりの、うん、展示じゃないんだけど、うん、これスカイツリータワーの付近で鯉のぼり、まあ、名産地である埼玉県の春日市、群馬県の館林市、うん、兵庫県の加東市が協力して、うん、なんと1500匹の鯉のぼりを遊泳させるっていう、うん、スカイツリーでですか。そのスカイツリータウンっていう、そのエリアがあるんですけど、そのエリアの中で遊泳させるって、うん、そう飾っちゃうんですよ。ちょうど明日ね、うん、子供の日だしね。そうなんです、ちょうどいいイベントだね。でしょ、うん、すごいちょうどいいなと思って、はいはい、でもなんかもう結構関東の中で一番の鯉のぼりのイベントだと思って、うんうん、はいはい、でこれね、なんかその1500匹っていうのまたすごいんですけど、うん、これその付近、まあ、スカイツリータウンにある隅田水族館っていう水族館があるんですね、うんうん、はいはい、うん、そこが、まあ、10周年迎えるんですよ。おで、まあそれを記念して、まあまあ、これホワイトスポーテッドガーデンイールって知ってます？あ、ごめん、分からないです。分からない。これなんですけど、はいはい、まあ、ニョキニョキしてますよね。ニョキニョキしてますね。この伸びてる姿が1に似てないですかっていう話なんですけど、うん、1に似てない、ほら、あ、 1ね、はいはい、数字のね、そう、はい、それにちなんで、はい、この子たちの、姿をした鯉のぼりが11匹紛れます。紛れるんだ。そう、1500の中に11匹だけそれが入ってるんだ。そう、これ難易度高いぞ。でしょ、ちょっと探すのも楽しいかもしれないね。そうですね、隠れ鯉のぼりじゃないけれども、うん、はい、ぜひぜひ、見つけたらすごい記念になると思うんで見てみてください、うん、SNS とか投稿しちゃったりしてね、いいかもしれないですね。ちなみにこのホワイトスポッテッドガーデンイールは、実際のものだと結構警戒心が強くて写真撮るのかなり難しいので、うん、こちらで写真撮った方がいいかと思います。なるほど、ちょっとビビっちゃう感じなんだ。そう、ビビる、臆病なのよ。そう、はい、ありがとうございます。ではでは、ちょっと問題の3つ目なんだけど、問題の3つ目、はい、ラストね。そう、ちょっとね、これね、もうちょっともう雑で申し訳ないんですけど、こちらです。何でしょう、伝えたいこと分かりましたかね。はい、これソレイユの丘っていう横須賀市にある、はい、施設、まあ、公園なんですけれども、はい、ここもともと航空基地だったりしてめちゃくちゃ広いんですね。なるほど。でそこを、まあ、利用して作られたところで、うん、でまあ、大体面積が、まあ、東京ドームの5つ分ぐらいになってるんですね。でっか、でかいでしょ。びっくりして、私調べたら本当にその21ヘクタールなんで、うん、やばいでしょ、うん、ピンとこないでしょ。21ヘクタールって聞いたピンとこないけど、東京ドームが5つ並んでる様子はちょっと想像しました。僕ね、ソレイユの丘行ったことあるから分かる。すごい広いよ本当に。へ、うん、でまあ、広さもあってか、もうワンちゃんも入れるし、うん、でアスレチック、まあ、綺麗な景色、クラフトとかの体験もあって、うん、すごいね、アクティビティが豊富なんですよ、うんうん、で、まあ、ここね、結構お花もいっぱい飾ってあるんですけども。そうだね、うん、あ、ご存知ですか。ね、夏にね、ひまわり畑を見に行ってすごかった本当。へ、東京ドーム以上でうわーってひまわり出して、うん、綺麗だ、すごい。なんか今の季節もおすすめなんですね。じゃあ、なるほど。今だとカリフォルニアデイジー、あとルピナス、うん、カリフォルニアポピー、うん、シャーレポピー、あ、ポピーね、そうそうそう、うん、あとヤグルマギクだったりが見頃のお花らしいです。うん、はい、でこれあさってまでの話なんですけれども、はい、大型アスレチック展望台が通常350円かかるところ、まあ、かかるよね、なんと無料で見れるらしいです。え、6日まで、6日まで、今日5月6日まで無料です。展望なんと、ね、じゃこれは行かなきゃダメですね。マストじゃないですか。ね、そう、うん。そうですね。で、まあ結構ファミリーの結構スポットでもあるので、これスタッフさんに電話したんですけれども、うん、昨日なんか回数券を買った方が楽しめますよっていう話らしいです。ファミリーの、ああ、何回も何回も行ってっていう感じで。そう、その回数券を使ってその遊具とか遊べるらしいので、家族で行くときは多め。10枚以上買ってください。なるほど、ということで、はい、以上でございますか。はい、以上です、はい、ありがとうございました。素晴らしい。はい、それではですね、次回ですね、あひこさんが、うん、一押しを紹介してくれるということで、はい、皆さんお楽しみに。以上、勝手に一押しコーナーでした。イエーイ。はい、それではここでまたパーソナリティの曲1曲お聴きいただきましょう。あひこコスモで吹奏国グレッシャーズです。
はい、アヒョコスモで、スイーツ王国グレッシャーズをお聴きいただきました、うん、こちらの楽曲は、各種配信サイトで、発売しておりますので皆様ぜひぜひお買い求めください。はい、続いてはパーソナリティの告知のコーナーでございます。告知のある方いらっしゃいますか。はい、笑いマン2024年に笑いマンハグをするという企画にチャレンジしております。笑いマンハグ、このハグをすることによって僕も自己肯定感が上がって、ハグされた方も自己肯定感が上がって、それで幸せホルモンがいっぱい出て世界中に平和を広げていきたいと思ってますので、ぜひ皆さん僕に声をかけられたら笑いマンハグを受けてください。はい、以上です。よろしくお願いします。ヘミカさん、なんかありますか。はい、私、嬢様のこう儀式には直接関係ないんですけれども、はい、5月12日にレクレドールコレクションというファッションショーに出ることが決まっております、うん、はい、でこちらですね、こちらの出展はブランドの一つのリガードレスというところのモデルを務めさせていただくことが決まっております、うん、はい、こちら男女の境界線を超えたライフスタイルを提案していく、そういったコンセプトのブランドになりますので、うん、もしご興味がありましたらリガードレスっていうブランドも詳しく調べてみてはいかがでしょうか、はい、場所はちなみに秋葉原スクエアで行います。うん、はい、以上でございますか。はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、それでは続いてお便りコーナーに、入ってまいりたいと思います。はい、はい、本日もいっぱいお便りいただきましてありがとうございます、はい、お便りありがとうございます、はい、はい、ラジオネームただのおたくさんより、はい、世間はゴールデンウィークですが今年はどこかにお出かけしたりしますか。お金をかけずに楽しめる場所はありますか。おすすめのスポットがあったら教えてくださいとのことでした。はい、はい、では次はおとさんかな。次は、おとさんですね。はい、ラジオネームおとさん、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。番組が終われば15時のおやつタイムになりますね。あ、そうですね。確かに、あ、お腹空いてきた。明日はなんと、ギンビスさんから出している食べっ子動物の日みたいです。はい、で今発売されている食べっ子動物は記念日を意識したショートケーキ味だそうです。そうなんだ。はい。さて皆さんクイズです。ここでクイズ、クイズが始まった。この流れでクイズ、嘘でしょ。食べっ子動物は、はい、各動物型のビスケットに動物の名前の英文表記が刻印されていますね。はい、うんうんうん、でジャイアントパンダに書いてあるのはパンダである、丸かバツか。食べたことないから分かんねえ。どっち、もう随分前に食べたから覚えてないです、ね、ジャイアントもつくんじゃない。ジャイアントパンダっていう表記じゃない。いや、バツ、いや、バツかな。いやでもこれ普通に考えたらパンダだと思うんですよね。これ、ああ、ジャイアントなしで、だけど多分これ丸だったらつまんないからバツだと思います、うん、そうだよね、全員バツということで、はい、答えどうですか。はい、じゃ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 、はいはい、時間切れ、時間切れかい。時間切れかい。正解は丸、丸なんかい、そして丸なんかい、普通じゃんね。普通じゃないか。普通さん、普通ですよ。結構普通でした。パンダは、レッサーパンダでないかりパンダなんですよ。皆さん以上です。なんかすごいな。何これ、分かんない、パン、何、何伝えたかった、何が保険分かんない。分からなかったけど、パンダはパンダってことですね。はい、まあ、ということですね。はい、そしてね、ラジオネーム若宮大志さんからもいただいております。はい、コスモさん、笑いマンさん、新メンバーのエミカさん、谷原健さん、船越さん、こんにちは。こんにちは。今日の東京いい天気ですね。ゴールデンウィーク後半戦、あさってで終わりますね。後半戦、戦うの。戦うみたいだねこの人は、ね、はい、皆さん、3つ質問があります。はい、明日は子供の日ですが、子供の頃どんな遊びをしましたか。あさってコロッケの日ですが、好きなコロッケがありますか。子供の頃どんなゲームで遊びましたか。多いな、やっぱり。ちょっと一つだけにさせてください、すいません。そうね、はい、ということで、まずね、質問が2つ来てますね、うん、まずおすすめスポットがあったら教えてくださいっていうことと、うん、僕が選んだのはね、コロッケの日、好きなコロッケありますかっていうことなんですけど、はい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 、笑いマンさんどうでしょう。あ、そうですね、僕がでも昨日行ったね、屋形船、やっぱおすすめですね。東京の観光地ぐるっと回れるし、なんかね、うん、風が気持ちいい季節じゃないですか。なんかそよ風が吹いてすごく気持ちよかったし、うん、あとこう乗る船によったらもんじゃ食べ放題で、お好み焼きも食べ放題で、うん、あとデザートもんじゃって言って、クリームだったり生クリームだったり、なんかクレープ生地だったり、なんかバナナが乗っかってた、もんじゃも食べれてすごく新鮮で美味しかったです。おすすめですね。はい、でコロッケのおすすめは、やっぱ食欲がこう低下している人にも、やっぱカレーコロッケだったら食べやすいかなと思って。あ、そうそうそう、ね、ちょっとスピリッとして、ね、美味しいですよね。なんかソースかけたり醤油かけたりね、そのまま食べたりしてからね、カレーコロッケおすすめです。はい、以上です。はい、エミカさんどうでしょう。これね、私がもう取り上げた特集そのものになってしまうんですよ、うん、お金をかけないで楽しめるって言ったら、まあ、さっき紹介したやっぱり日産ブループ
プリントではないですか。そうですね、あれ無料でいけるからね、うん、そうです。もう予約も必要なくて、でクイズ参加できて、で場合によってはノビリティもらえるってところで、結構このただのオタクさんにとって、結構ニーズに合ってるのかなって思っちゃいました。なるほど、車嫌いでなければよかった、ね、実際イベントね、はいはい、コロッケは何が好きですか。コロッケはね、これはね、私の裏覚えで申し訳ないんですけれども、うん、はい、あのカラオケ屋さんの招き猫ってありますね。はいはい、ありますね。安いとこですよね。そうそうそう、はい、あそこで一時期コロッケのフェアやってて、へー、そうそう、そうなんだ。でなんか私その配信、まあ、今 TikTok 配信してるんですけど、うん、その前は結構その夜にカラオケ行って歌ってたんですって、人から言ってたんです。なるほどなるほど。でその時に、まあ、見たのがその コロッケのなんかフェアをやってて、はいはい、でその時に食べた明太子ポテトコロッケがめちゃくちゃ美味しそう。もう明太子ですよね。それは絶対うまいやつやね、うん、そう、うん、なんで明太子ポテトコロッケあればおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、谷村健のおすすめスポットなんですけど、はい、ちょっとねお金はかかっちゃうんだけど、そんなにかかんない、1000円ぐらいで行けるところ、うん、あのねスーパー銭湯が一番いいと思う。もうスーパー銭湯はね、もう銭湯はね、もうね、何がいいかってね、健康増進施設なのよ。でね、あの炭酸泉とかあって、あとはサウナがあったりするとね、うん、これ最高、うん、特に炭酸泉は心臓の湯とも言われてて、あの血行をね改善する働きがおるんだって、はいはい、で結構長い時間使ってないと効果が得られないから、こういう時間があるゴールデンウィークって意外とおすすめだと僕思うんですけど、いかがですか皆さんっていう感じでね、銭湯ね、はい、アンバサダーになってません。アンバサダーになってるかもしれない、はい、ということでね、で、コロッケなんですけど、僕もね笑いマンさんとかぶっちゃったんだけどね、カレーコロッケがおすすめかな。カレーコロッケ人気だね。あのね、うん、何がいいってね、ソースとかなくても食えるじゃん、うん、そうだ ね、 そのままでもね、ソースがなくても食べれるし、何をかけてもうまいじゃん、うん、カレーって、うん、日本人ってカレー好きな人多いよね、うん、あの発祥はねインドのはずなんだけど、日本人カレー大好きだもんね、うん、あね、でもあのカレー最初のやつは日本っていう説もありますよ。あ、そうなんですか、うん、あ、だからインドのカレーとはちょっと違うってことな、ね、確かにね、南東ご飯とかね、いろいろ文化だったり、ね、歴史だったり違う、僕はちょっとカレーコロッケをしたいかなと思っております。はい、今週もたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます、随時受け付けております、うん、musicpower.otaeri@gmail.com までメールをお待ちしております。はい、以上お便りコーナーでした。はい、それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。お休み中のみゆさんの楽曲でレインをお聴きください。はい、みゆさんでレインをお聴きいただきました。こちらの楽曲は my-yu みゆで検索していただいて、専用サイトからお買い求めをお願いいたします。はい、はい、さてここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしたいと思います。本日のゲストはサタデーバンドフィーバーのパーソナリティの皆さんです。イエーイ、いらっしゃいませ。イエーイ、イエーイ。あれこんなキャラだったっけ。なんかウェイウェイじゃない、なんかウェイウェイなキャラ
感になってるんですけど大丈夫ですか。スピーダさんはハイテンションだけど柳さんクールなイメージなんで、そう、なんか急になんかキャラ変しました。ゲストさんもいたらやっぱゲストさんは優先ですから、まあ、それはこちらはもうこちらやりたい方顔を出さないようにゲストでしょ。そうですよ、みんなでやったらどうするんだっちゃうということで、ね、あの僕たちからね紹介してもいいんですけれども、うん、もうご自身たちで好き勝手放題言ってもらいたいと思いますので、はい、ご順番にあの自己紹介の方よろしくお願いします。高木が見てます。シンガーソングライターしてます。高木です。高木じゃないあれこれね、サタデーバーのフィーバー見なきゃね、これわかんない、その方わかんないから。柳田健志と申します。シンガーソングライターやってます。はい、こちら、はい、お笑いコンビティナのキーナガです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいませんね、ちょっとうちの相方がねこの番組に出たくないということで、出たくない、帰っちゃいました。なんだって帰っちゃいました。なれしみと言うんですけどもね。なれしみ、高木さんじゃなくて、高木さんは本名です。芸名なれしみです。ただ、まあ、なんかねバイトが間に合わないからってことで。ああ、なるほどね。他にも働いてんと。なるほどね。忙しい。なんかね急遽なんか2番組連続っていうのが決まったので予定が合わせられない。忙しい。プロだろ合わせろよと思うんですけど、仕事だろうと思うんだけど。まあどちらも仕事ですからね。だからこの番組よりバイトを優先したってことですよね。あらー、ね、そうですね。ね、忙しいから。ジョー様が芝居投げるから。あと放置状況プレイですね。高木状況プレイ。高木状況プレイ怖い。あの慣れしみさんが高木さんになっちゃった。大丈夫かなこれ。慣れしみで統一お願いします。もうこの振り分かんないと思う、ね。そうですね。はい、あのこのパターン、あのゲストに来ていただくパターンっていうのは、うん、はいはい、多分去年の年末。そうそうそう、以来ですよね。そう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 、自分は初めてですね。あ、初めて。そうか、はい、そうか、そうか。自分は初めて。そのと、去年来られた時は柳田さんはいらっしゃって、うん、その時は僕と、うん、それから、うん、みゆさん、みゆさん、みゆさんと、うん、それから笑いマンはいました。うん、いますいます。いたで、エミカさんがまた新メンバーで入ってなくて、あ、そうだね、そうそうそう、あのエミカさんも4月だからね、ラッコさんもいましたね、あ、そうだね、あ、そう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 、ということでね、うんうん、どうする、どうします、どうしよう、え終わります、終わります、話が終わり、変な間があった、終わります、そう、変な間があった、やりづらいよね。そうね、いつもはね、あのゲストさんを迎えしてきちん作ってくるんだけど、そうだね、あの分かる分かる分かる、しょうがない、もうバラエティー班だから、しょうがない、バラエティー班って言わない、バラエティー班だから、僕にとっては先輩でもあるから、ちょっとやりづらい、だから僕はあの柳田さん大先輩だから、やりづらい、やりづらい、年がいってるからね、俺の、ということでね、ではあの曲の方をちょっと聞いていきたいと思いますね。それではここで柳田健一さんの曲お聞きしたいと思います。では紹介お願いします。はい、柳田健一で正直者です。
はい、柳田健一さんで正直者を聴きいただきました。はい、こちらの楽曲なんですけど、なんかすごいなんかまったりとした感じで、まったりね、褒めてる褒めてる褒めてる、うんうん、ゆっくりとしたなんかこの優しい気持ちになれるような本当ですか曲ですね。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、はい、でチャットでね、うん、気になるコメントが来てるんですよ。はい、何でしょう。はい、相方をよろしくお願いします。高木、あ、間違えた、誰しいって間違えた、ごめんなさい。高木、高木誰やってなるでしょ。それ言った誰やってなるからね。誰やってなるね、え、から見てる相方さんから、ね、相方さん、じゃあ俺も愛のメッセージ言っていいですか。どうぞ、はい、どうぞ。バイト頑張れよ。営業妨害、バイト頑張れよ。普通のエール効果だった今。バイト頑張れよ。バイト効果。はい、はい、ということですね、はい、次のコーナーにね参りたいと思います。はい、その名も、はい、ゲスト質問カードコーナーでございます。はい、ここからは本日のゲストサタマ MC のお二人にですね、はい、音楽やプライベートのお話をとことん伺っていこうと思います。こちらの2つ、はい、質問カードがございますけれども、はい、どちらから引いてみましょう。音楽で黄色がプライベートになります。俺音楽弾いていいんですか。いいです。芸人だから全然いいです。全然いいです。音楽弾いてもいや知りませんっていう、はい、一言で割る可能性もある、まあまあまあ、お笑いに変えていただいて、大丈夫なんで。知らないお笑いどうしようだもんね、はい、きっと笑いに変えてくれるんだろうな。テケ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 、わーすごいことになった。さあ何が来た何が来た何が来た。ハートの6。違う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 。それはマジックやろ。トランプじゃないから。やりそうな人がいる。やりそうだ。はい、ということで、リセット。はい、じゃん。はい、現在のご自身を作った曲。ありません。はい、以上でーす。早いな、早い早い早い。ノイモ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 。ちょっと待って、ちょっと待って、整理しよう。ということで、柳田さんからまず聞いていきましょう。これ真面目に答えちゃっていいんだよね。真面目で、真面目で。ゲストだもんね。ゲストだもんね。はい、ゲストです。はい。僕はですね、エルトン・ジョンです。もうひたすらエルトン・ジョンに憧れてピアノ弾いて歌い始めたんで、僕はもうエルトン・ジョンです。なるほど。はい、ちなみに、ティーナカさんは、はい、ご自身を作った、はい、漫才師さんとかいらっしゃいます？漫才師、うん、この芸人に憧れたとか。ああ、なるほどね。一番吉本の方がね、めちゃくちゃ俺好きなんですよ。だから、もともとお笑いオタクから芸人になってるんで、うん、そうかそうかそうか。吉本のルミネとか新宿あるじゃないですか、深夜の無限大とか、はいはい。だからもう吉本の芸人さんの寄せとか見て芸人になってるんで。そうなんだ。じゃあもう吉本の芸人さんがご自身のルーツ。ルーツあります。だから一番、なんかやっぱ、なんかね、うん、わかります？もともとは夢二小石君なんか愛しなんかそういう昔の漫才師の方がいるんですよ。昭和の漫才師の漫才を見て、うん、話術ってすげえなって、それもう中学高校から。そうですか。愛し小石さん、愛し小石さん、愛し小石さん。なんかさ、みんな現代の衣装を着てるけど、なんかちょっと昭和の衣装です、ね。そうなんですよ。だから若手なんですけど、まだ8年目でまだまだ若手なんですけど、うん、若手なり若手っぽくないねってよく言われるんですよ。なんかどっちか若手ってなんかフレッシュなバーっていうネタやるじゃないですか。でも愛し小石さん吉本違う、ね。吉本ではないですけど、東京の人じゃない。関西の人ですけど、もともと。ああ、そうなんだ。で吉本でもいたんですけど、まあそういうのを見て。うん、そう、芸人だから魔術の素晴らしさはその方ですよ、ね、なるほど、ありがとうございます、ね、はいはい、では次プライベートの質問をしていきたいと思いますので、はい、黄色の札をお願いします、はいはい、引きます引きます、はい、デケ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 さあ、どうだ、俺かな、柳田さんが行く、どうする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 、なんでここへで相談してんの、いやいや音声入んないから、ゲストじゃない、ゲストじゃない、なんで俺や、ゲスト2人や、船越さんは、船越さん、船越さん、船越さんはね、多分ね、お尻フェチだと思う、何やねん、ひでえな、誰か潰そうむちゃくちゃにしやろうかな、今日ってフェチね、はい、鼻ですかね、自分は鼻鼻のね、なんかスッ、うん、とした、ね、鼻が好きなんですよ、女性の。ほら、エミカさんとかスッと、うん、ん、ああ、自分は好みですよ。ほら、嫌い嫌いって言いながら、うん、本当は好きなんですよ。いや、嫌いとは言ってない、嫌いとは言ってない。エミカはすごい営業妨害めちゃくちゃ私のこと嫌いなのかな。いや、嫌いじゃない、嫌いじゃない、嫌いな方だと思って、でも鼻は好きですよ。鼻は、なんか、団子っぱなとかあるじゃないですか、あ、じゃあね、なんかシュッとした。ケンさん、俺団子っぱなだから。そうだね。誰が団子っぱなや。なんかシュッとしたちっちゃいお花が好きなそうですね、僕鼻でかいからね、はい、柳田さん何かありますか、僕は声ですかね、声声声
さすがやっぱりミュージシャンだけある、うん、どういった声がお好みなんですか。僕女性でも、あんま高くない方が好きです。あ、鼻が鼻が鼻じゃない鼻じゃない鼻じゃない声声声声声どっちかというとこう団子声みたいな。団子声、団子声って何ですか。何すか団子声って。やばいな、びっくりした。団子声って聞いたことない。多分こもってる声になったと思うんだけど、なんか詰まってるでしょうね中でね。なんかね団子がね、なんか柳田さんのさ、あの歌全部聞いてると、柳田さん自身も優しい声ですけど、あの音楽家だったあのピアノしてたお母様もそうやって優しい声だったんですか。あ、うん、お母さん、柳田美穂子、柳田美穂子は、なかなか強気な人ですよ。へ、喧嘩っ早い人です。じゃあ結構しつけでポンポン言われた感じなんですか。いやでもそんな印象はないです、はい、なんかでも昔のね記憶の中でよくその声が好きになるとかありますけどね。そう、求めてるのかもしれないですね、優しい声を。いやあんまないかも。へ、だからもしかしたら、あるんですかね、わかんないですけど。へ、なるほど。柳田さんのね、あのぜひ正直者聞いてください。すごく優しい声なんで。はい。さっき流れてましたよね。さっき聞いたから、ね。流れてましたね。カムバックしてくると思いますよ。そうだね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょうか。これ、はい、こういうの回していった方がね。すいませんね。ありがとうございます。ということで、はいはい、音楽の質問でございます。では、なんで怖がってるの。ハートのロックとかいらないですからね。危ないよ、バックトランプじゃないんでこれ、うん、はい、さあ何が出た。ドロー2。待って、なんだっけそれ、なんだっけそれ、ポーカーだっけ。ウノウノウノかよ。だんだんめんどくさくなって、なんだっけじゃなくてスッとスッと言ってくる。スッとね、言えなかったんだよ、忘れちゃったんだよ。え、リバースとか言った方がいいか。リバースとか分かんない分かんない。はい、出してください、どうぞ。はいはいはい、どうぞ。どの季節の曲が好きですか。具体的な曲がありましたらお教えください。これはね、あのお答えいただけると。そうですね、冬とかですかね自分は。なんか結構恋愛ソングとか結構聞くんですよ実は。こう見た目で、いや聞かれると思いますけど、あの見た目通りだと思う。マジっすか、見た目通りでした。実は実は実はで、なんか冬ってなんかちょっと切ない感じじゃないですか。なんか物寂しさ、確かにね、そうですね、はいはいはい、でちょっとしんみり、なんか歌と聞いて泣けるタイプなんですよ。あ、そうなんですね。曲とか歌詞で、それはちょっと意外だった。あ、そうですか。結構ナイーブなとこあるんですか。そうそう、なんか涙もろいですよ。なんかお話とかドラマとか映画とか見てても結構泣いちゃったりとか、本でも泣けますもんやっぱ。あ、そうなんですね。家族が泣く、病気亡くなったとか、なんか青春ものとかでも全然泣けちゃうんで、その冬の親民とした曲を聴いて、ちょっとさ物寂しいな時にちょっと聴いて泣いて、デトックスじゃないけど。なるほど。みたいな。涙デトックス、結構感情豊かな方、ね、そうなんですよ。でなきゃこんなね、商業商売やってないですからね。なるほどね。なんかそんなあの匂いがします。こう喋りでごまかしてるけど、実は繊細な。あ、わかるわかる。やってそんな商売やってないですから、こんな。やってないやってないやってない。柳田さんどうですか。あ、じゃあ僕秋ですかね。秋、はい、ちょっとずらしてきましたね、うん、秋ですか。理由はどんな感じですか。僕は童謡唱歌のカバーアルバムとかも出してるぐらい童謡唱歌好きなんですよ。あ、やっぱ結構秋がすごくこう好きな曲が多いです、僕すごく。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと相方からコメント来てた。 T 中はお酒飲むとすぐ泣きます。バラすんじゃねえよお前。バラすなよお前。あ、そうなんですね。泣き情報なんですよ。泣き情報。あ、なるほどね。あ、じゃあ今度はあの日本酒ろ、あ、日本酒飲ました方が。日本酒超大好きなんで。あ、大好きです。もう熱かんでいただきたい。あ、じゃあ焼酎はあの静脈にあの直接。うわ、やべ、死ぬわ。死ぬわ、いけっかな。あの優しめでお願いします。そういうプレイじゃない。そういうのじゃない。そういうのじゃない。そういうのじゃない。ということで、あとね、一、はい、つぐらい質問がいけそうなんで、はい、プライベートの質問をちょっといきたいと思います。はい、はい、さあ、なんだこれは。リバースです。リバースじゃあターン戻しましょうか。ターン戻して、笑いましたが違うわと。いうことで、はい、最近のマイブーム何かございますでしょうか。マイブームね、ルーティーンとかでもいいですか。なんかマイブームっていうか、あ、ルーティーンでもいいです。ルーティーンは最近もなんかさっきのサタデーバンドフィーバーでも言いましたけど、うんうん、ちょっと役者の仕事をいただくようになったので、そうですね、はい、ちょっと演技とか役者さんの舞台見に行くことが増えましたよね。何か出られてるんですか。舞台とかも1月出たんですよ、うん、舞台演劇を。へー、初めて、芸人生活初めて。へー、ガチ演技っていうか、ガチ演技、笑いなしの、笑いなし、笑いなし、まあちょっとコメディ要素があるけども、ちゃんとしたらもうシリアス系のお芝居で。へー、すごい。で黙ってたらかっこいいですもんね。そうなんですよ。黙ってたっていうの、黙ってたっていうの、そうなんですよ。でなんかほら芸人だから笑かすとかこうやることしかなかったから、ガチの演技っていうのが今までしたことないんで、まあエキストラとかあるんですよ、なんかちょっと一言言うとか、はいはい、2時間ずっと演技なんかないから、うわすごい。
もうずっとそっから見るようになってから、うん、要は表現だから、うん、還元できるじゃないですか、うん、お笑いとか漫才とかでも、うん、そうですね。それでちょこちょこなんか芸人にはない部分を見ようっていうことで、うん、役者さんの演技とかそういう舞台見に行くようでしてます最近は、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、柳田さんは何かマイブームありますか？僕はですね、あのマイブームになるかもしれない、マイブームになるかもしれない、未来のマイブームだということで、リバースリバースリバースマイブームになるかもしれないっていう、はい、何でしょう、運動不足を感じまして昨日僕ちょっと久しぶりに走ってみたんです。なんか走ってましたよね。でもなんか帰りは歩いたとかっていうコメント、もう僕もずっと体育会系だったんですよ、ずっとね。何部だったんですか？野球部で、もうずっとまあまあ強くてですね、何年間も甲子園行ったんですけど、うちの大の、副キャプテンを監督して、はい、自信あったんですけど、はい、思った以上に走れなくて、あ、相当やっぱ落ちてるなと思って、それやっぱり運動されてないから、そう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 、それでやっぱり落ちちゃうんですね。そうでももう今日はもう筋肉痛でね、さっきもね言ってましたね、楽屋でね、もう椅子座る時もなんか、おじいちゃんかよと思いました、ね、本当にもう初老のリアクション。確かになんかちょっと柳田さんがお生まれになったさ、愛媛県の松山市結構野球盛んですからね、結構ハードな、あの松山商業有名ですもんね。うちは新田高校で最上高校に負けたんですよ。新田も強いです、僕らの代、うん、僕らの代最上高校に負けた、新田最上、宇和島東ですよね、僕らの代は。そうなんですけど、その時の体力はどっか行った、世代的におっさんすぎる、なんか最近あんま聞かない、世代が世代だからおっさんすぎる、もう年バレるって。ということでね、ちょっと地元トークに花が咲き始めたところなんですけど、ちょっとその目を摘んで、まだまだお話を伺いたいところですけどね、お時間がもう来ちゃったので、そんなことないですよ、そんなことないですよ。柳田健一さんとテイナさん、お答えいただきありがとうございました。ありがとうございました。質問カードコーナーでした。はい、はい、残り時間もわずかとなっております。はい、ここで本日のゲスト、サタデーフィーバーさんから告知をお願いいたします。ありがとうございますでしょうか。サタデーバンドフィーバーですね、はい、サタデーバンドフィーバーから、じゃあ私、じゃあ今相方いないですが、ティナの告知会ですので、はいはい、はい、我々オフィスノバイエンターテインメントという芸能事務所に所属しております。うちの事務所からアイドルグループが発足されることになりました。ありがとうございます、グループ名がエンジェルラインというね、グループ名なんですけども、その、はい、お披露目会の MC を我々ティナが担うことになりました。おめでとうございます。そうです、アイドルのデビューする彼女らの最初のね、その舞台を見させていただくっていう結構な光栄な場所でございますので、うん、5月19日上野で行われますので、まあ、詳しくは我々の X から見ていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、柳田さん何か、じゃあ僕の今流していただいている正直者を含め曲いっぱい配信してますんでね、ぜひ配信サイト各社にて聞いてください、たくさん聞いてください。正直者ぜひお願いします、はい、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんぜひぜひチェックしてみてください、本日はサタデーバンドファン、バンドフィーバーの MC の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうでしたか今日出演されて。まあ、やりづらいだろうなと思って、俺の気を使ってもらってたかもしれない。なんかめんどくせんだろうなっていうのはちょっと、そんなことはないですよ。めんどくさいと思ってんだろうなっていっぱいいじってもらえればいいかなと思ってやっております。ちょっとねちょっとね、この人がちょっとジョーカーとか入ってないですか、こんなんか。はい、ということでお時間も来てしまいましたので、それでは皆様また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。